なんでこんなことするんだ。なんでってそりゃ。面白いからだろ。どうかしてると思うか。でも人は残酷なのが見たいんだよ。平和ってのは大変結構なことだが、何か物足りんのだろうな。生の実感ってやつか。自分が死ぬのは今日かもしれんと感じて生きる、それが生き物の正常な思考なのだよ。俺はその日を受け入れる心構えがある。なぜならこうやって残酷な世界と向き合い理解を深めているからだ。心は痛まないのか。まあ言いたいことはわかる。かわいそうに手まらぎでさえなければな。はあ。